皆さんこんにちは、ダイダラです。ポケダン救助隊デラックスやりましょう。さあね、前回ね、エンテイ、スイクン、ライコウの3体をやっつけて幻のポケモンに会うための準備が整ったとこからです。今回はね、その幻のポケモン、虹色のね、あの羽を持ってる幻のポケモン、まああいつだよね、多分ね、会いに行きましょうか。で、前までね、レックウザをパーティーに入れてたんですけど、レックウザ今回クビにしまして、アブソル君仲間に入れていこうと思います。アブソル君はね、やっぱ普通に強いので攻撃力高いからね。で、アブソル君がね、やっぱちょっと遠距離技がね、持ってなくて弱かったんだけど、吹雪これ覚えれるんですよね。アブソル君って優秀、特攻低いんだけどな。よし、でこれでね、峰打ち、辻斬り、電光石火っていう、普通にね、技構成弱いんだけどな。これをね、忘れて、はい、吹雪ね、吹雪マンとして今後は頑張ってもらおうと思います。で、やっぱアブソル君ね、ちょっと特攻が少し弱めなので、特攻だけ少し上げてあげましょうか。あんま持ってなかった。まあね、防御力とかもね、まあぼちぼち低いんですけど、まあ、攻撃力があり余るぐらい高めなのでね、そこなんとかなるかなと思っております。で、吹雪が命中率やたらと低いので、命中ガツンをね、これ4つも全部使っちゃいましょうか。4つしか持ってない、もっと鍛えなきゃなー。さあ4つにして、あんま増えなかったね。まだ増える？命中が詰まった。 OK、 さあこんなもんでいいかな。で、これでいきたいと思います。さて、目的地はここだ。遥かなる霊峰ね、雲を突き破るぐらい高い山、60回嘘だろ嘘だろ、いけるかこのメンツで。うわー、頑張っていきましょうか。遥かなる霊峰60回だって嘘だろ、超絶長いじゃねえかこれ。今鬼成長だから、まあなんとかなると思うけど。おお、いきなりなんかね、よいしょ、アブソル君が見つけたみたいなのでゴールしましょうかこれこんな感じでね、サクサクと行こうと思います。いや、うおー、マジかお前、助けに行こうぜ。え、ボーマンダは強いボーマンダは強いからな。ボーマンダ、ボーマンダくん、え、ボーマンダくん友達になってくれんの。え、めっちゃいきなり強いじゃん、レベル高が59って大立ち回り、スゴ技あんま強くないけどね。マグカル、なんかデカくないポケモン全部、てか騒ぐ一発でやっつけらんねえぐらいの硬さだ。経験値、これはね、もしかしたらクリアできないかもしれない。ボーマンダ見た、今のみんな、ボーマンダ、あの図体の割に火の粉だよ、火の粉火の粉、はい、かわいいね、わかるわ。おお、吹雪、アブソルの吹雪がな、どうね、ええ感じになるかってところかな、気になるところは。マグカルゴがなんかめちゃめちゃ強くなった。よし、向こうもね、適当に頑張ってくれてます。覚醒の種、え、ボーマンダってメガ進化するよな。でもボーマンダ君にあげるのもあれだからな。アブソルも確かメガ進化したはずだから、アブソル君に使ってあげよう。またじゃあ、さあ、まあこんな感じでね、まだ覚醒の種、また落ちてたの。まだ3回です、今4回です。てかね、やっぱ思うのは、エアロック、レックウザ前回仲間だったと思うんですけど、レックウザくんのやっぱね、特性はめちゃんこ強かったなっていうのがうビビった。え、これモンスターハウスじゃないのここで、怖っ、ここ、うう、おつ、経験値高っ、これやばいね。ここヒバリオンとか生きてけんのかお前、しばり死んだじゃんほら何が起こってんの。頑張って、ガーディーぐらいやっつけて、ガーディーぐらい。種爆弾効いてないな、全然。待って、死んじゃう、これ。まずい。葉っぱかった。おや。硬すぎるだろ、敵が。やば。早くゴール行こう。もう、え、これで行くのきついな、マジで。死なないでね。死なないでね。よし、さあ5回です。さあここからはね、慎重に進んでいきたいと思います。ちょ待って、
待って、俺のパーティーは崩壊したんだけど、ガディの熱風で。これ待って、このダンジョンやばいのでは、実はやばいダンジョンでは、めっちゃむずいんだけど。え、これ俺生き残れるかな。待ってだ、いや今の一応まだ大丈夫、みんな復活の弾あるから。熱風強すぎるだろガーディー、これやばいな。ちょ、割と慎重にいかないと積む、これは。よし、積まないようにだけね気をつけていこうと思いますが。やべえ、まだ9回だよな。クリアできる気しないっす今んとこ。なんとか登ってきました。20回です。まだ3分の1ですね。あれからは全滅の危機はね今んとこないんですけど、もう階段見つけたら即降りですね完全に。今日バンギラスがいるここ。もうやだ、やだ、早く行こう、前へ行こう、前へ行こう、どんどん。いやもうマジでね、一歩一歩が恐怖です今のところね。負けないように頑張ります。死なないでみんな。爆風ちゃんやれる？いける、よし。あーしんどすぎる。さあエネダラレベルが67までアップです。でちょうど今ねゲットしたんですよ、幸せの種ってやつ。食べるとレベルが上がるってやつ、食べましょうか。もうエネダラ食べて食べて、エネダラ強くなろう。もうマジでダンジョンきつい、仲間だってもみんなすぐ死ぬの。もうえぐい、このダンジョン過去一しんどいわ。てかレッグーザマジで連れてきたかった。砂嵐、バンギラスがずっと砂嵐にしてきて、ねスリップダメージをバン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 食らうんですよね。いやもうマジでしんどい、これね。マジエアロック、クソレッグーザでかくても連れてくるべきだった。覚醒の盾持って、よし。さあもうちょっとで30回で半分ですね。最上階までまだまだ遠いです。で30回で休憩ポイントとかないかな。ちょっと休憩ポイントないかどうか、一緒にみんな淡い期待をね抱かないかよ、ここから。いや絶対ないと思うんだよね、休憩ポイントとかあるのストーリーだけだよな。30回休憩だと思ったけど、なんかうまい、なんかもう今度あられえぐい。残りも頑張ります。さあ40回までやってきました。もう嫌です。もうめちゃくちゃしんどいです。見てください、 PP が000って並んでるんですけど、意外とねPP のね回復アイテムが出なくて、 PP マックス、ほぼほぼの技が全部 PP0 だったらね、 PP マックスでなんとかしのこうかなとね画策してるところです。ラグラージとかね、もう御三家ポケモンとかのねなんか最終進化とかもガンガン出てきて、バシャーも爆風ラグラージえぐいっすねこのダンジョン。さあなんとかね、いやもう負けない、もうキューコンとかいるよ、キューコンさん、ムシムシムシ。さあ42回、おーっと、さあしょうがねえ、仲間にしてあげよう。ネイティちゃんですね、進化前のポケモンだからな、和気あいあい。いいじゃん和気あいあいは。よし、でも結構いいパーチですが、ラグラージも仲間になって、ボーマンダにカブトプスね、フーディーってガチポケション、ネイティまたいる、もういらないよ。49回の途中となってます。まあ50回目前ですね。あー、ここまで来たらなんかもういける気もしてきた俺。大丈夫君ら。後ろ大丈夫、後ろ大丈夫、何何何が起こってる、大丈夫、後ろ後ろ怖いからもう先行こう。よし、さあ次にやってきました、50回です。あと10回です。なんでさ、この荒野であられとか降ってんの、異常気象やめなよ。でネイティがねすごい良くて回復してくれるんですよね、この子いい子ですね、みちゃんこ。みちゃんこいい子なんですよね、ほんと。騒ぐ一発ではもうほぼほぼやっつけられなくなってきて、でだけど経験値はバカクソに高いので、ウェーイ、ね、バカクソに高いので結構ね、まずいリザードン。レベルはガンガン上がってます。エネダラとかもう69だよ。高すぎるだろこれレベルが。よし、カメックスも出てくんの、リザードン、カメックス、
不思議ワードが出てくるのかな。じゃあここは不思議なゆかちゃん、癒しの種ちゃん、くそ階段運が悪い。このあられの中で行きつ、でもなんだこれは、階段どこだこれ、左下か、最悪だこれ、嘘だろって食らえ騒ぐ、落とせ、いや全部一撃、月に3点だよ、うますぎ、逆にラッキーだこれ、逆にラッキーだこれ、よし、カメックスだけ生きてたな、なんで生きてんだカメックスお前いやー化け物だろあれ、うじ、さあ行きましょうか次の回へ。52回、ここまで俺モンハン引かなかったからラッキーなのかなと思ったけど、まあ、逆にこれでね、もう出ないでしょ。さあ58回までやってきました、まあ、ここまで来たらもうほぼほぼねゴールまでのウィニングランだと思うんですけど、マジでしんどい、ポケモンが強すぎる。手持ちはもうすでにフルなのでアイテムもね、無理やり使いながら無理やり進んでるとこです。石のつぶてとかもねしっかりこういうのをやっていかないと、エネダラ一撃でやっつけらんねえから、でしっかりみんなで協力して、やーだー石投げてみんな、ふぅ大丈夫かこれ。さあ行こう行こう、もうガンガン行こう。さあ59回ラストです、多分ラスト。ハガネールがおるな、またハガネールくんはね鬱陶しいからね。よしリザードン来てるじゃん、もうナイスナイス。でシュバリオンマジで優秀だね、4マス先から殴れるってもう最高の最高だから、ほんとありがとう。よし、あもうまたもう来てる、敵の量がやばいでしょ、ほんとアブソル君、アブソル君、アブソル君、アブソル君飲んで、吹雪全然使ってないから飲んで、すぐなくなるから PP、 あま今回 PP 系がね全然なかったからね、あまり活躍させてあげられなかったの本当に申し訳ない、アブソル君。よし、さーってこれ何、キラキラの床で人さん、こういうの足元にあるので即飲めば効率中なんですよね、欲望が強化された、やっとだ。さあ、またしました。最上階へ行きましょう。60回。バトルあるの？これで負けたら俺泣くんだけど。よくぞ！よくぞ、ここまで来た。頑張ったで。綺麗やな、ここ。見て、雲。幾多の困難を乗り越え。多くの危険にさらされながらも。この遥かなる霊峰を、よくぞ登り切った。頑張りました。さて、虹がすごい。この頂上に来られる者は、まさに選ばれし者のみ。しかし、これで終わりではない！終わらせて。お願い。うわー、やっぱ来たかー。ホウオウだ。我が名はホウオウ。虹を空にかける者。この戦いを乗り越えたとき、この霊峰も制したこととなる。これが最後の試練だ。行くぞ。さあ最後の試練行きましょうか。バスス。ホウオウ。なんかサンダーくんとなんか吠え方一緒じゃない君。モーション。なになに？天変地異が発生したこのダンジョンの主は、光に包まれてる間ヒットポイントを回復したり悪い状態が治ったりする。ずるくない？状態異常効かないってこと？さあどうしようかな。シュバリオンくんとアブソルくん。アブソルくんが一番弱いのでアブソルくんに道具使ってもらいましょうか。さあなんたら玉っていうのが今回ありません。結構きついですね、まあ、とりあえずいつも通りというか方位のね枝使ってみんなで襲いかかりましょう。ほーれー、アブソル君は何もせえへんのなんでアブソル君だけ方位せえへんのやろこれ。でもエネダラすごい頑張ってるで、エネダラやばくね、まあ、シュバリオも頑張ってんじゃん。聖なる炎はぁ、あ、いや、ちょっと待って、これは。いや、一応起こしとくか。やばいやろ、これ。ネイティは諦めよう。原始の力。マジ、これは、エネダラに頼るしかねえな。今回。ナイスナイスナイス、ナイスボーマンだ。ナイスウィステッポ。エネダラに頼るしかねえ、これ。
寝てたら君も覚醒させる。アムソル君よりも強くなれ。いけ覚醒エデタラ。よし頼んだ。100食らう。エネダラが気づいただけど、エネダラが使うんじゃないの。大丈夫、やめとこう。よし、いけ。400、強すぎるだろおめえ。あの化け物見てた方、2発ペチペチ終わったやんけ。エネダラって実は強い。やっぱ鳳凰は激しい戦いの末、ポケダラ団の勇気に共感した。そして虹の頂キャンプとともに、やった、鳳凰が仲間になってくれた。レクーザの方が強かったか。そんなことないぞ。ハンドアップ持ってたよっていう。いやー、なんだこのダンジョン、しんどかった。はい、というわけで見事突破したね。たくさんゲットです。光の壁だ。いやー、パッチールに言って教えてあげなきゃ。何？ある時、西外れの小さな洞窟で。リザードン？どうしたんや、リザードン。なんかイベントまたこれ。おい早く来いよカメックス。リザードン、どうしたんや、おめら。しんどいな、ここ。なんだよ、弱いなんか入っちまって。そもそもここを探検しようって言い出したのはお前だろ。お前らチーム違うんじゃなかったっけ。新しい洞窟見つけたからってよ。ああ、たまたま海を泳いでたらこの洞窟見つけたんだが、まさかこんな厳しいダンジョンだとは思わなかったぜ。たまには違うチームを組むのもいいかと思ってきたけどよ。情けねえな。天下のカメックスが聞いてあげれるぜ。んだとこれ、わしが情けないだと。ハイドローズやったっけ、なんか忘れたけど。わしの力はまだこんなものではない。わしを、カミックスを舐めるなー。おー右下の顔よ。何？何？暴れんな、暴れんな、暴れんな。ハイドロポンプぶっぱすんな、君だ。はっはっは、まだ元気あるじゃねえか。その息だ。もう少しだと思うし、頑張ってこうぜ。うん、なんだ、勇気づけてくれたのか、すまん。仲良しか、君だ。さあ行こうぜ。2人で攻略してたのすごいね。不思議花も連れてきてあげなよ。シュバリオン君、うわ、どうしたんだ、まだバテてんのか。いや、そうじゃない。今何か聞こえなかったか。なんか声がしたような。え、何も聞こえないぜ。なんでこのイベント。お前か、誰誰誰。私の眠りを妨げたのはお前たちか。誰だこれ、本当に誰だ。お前こそ何者だ。貴様こそ何者だ。姿見せろ。私か、私は戦うために研究され、これミュウツーじゃない。戦うために生まれてきた最強のポケモンだ。うわあ、ギャー。俺これ知らないぞ。俺昔ね、あのやった時 DS 版、この霊峰登ったことなかったから、多分このイベント見たことねえわ。しかし常々思うんですが、最強のポケモンってどなたなんでしょうね。俺だよ、俺。エネダラだよ。いや、レックーザだろ。そうなんだ。なんだって、星を破壊しちゃったんだよ。そうなんす。いや、もうしんどいこれ。やめて。そんなことができるのはレックーザに他いないよ。そうなんす。でも、グラードも強そうですよ。グラドンね。そうなの。何しろあの風鈴チームが勝てなかったくらいですから。そうなんじゃ。大陸広げたって伝説もあるし、とんでもないポケモンですよ。大地司るポケモン。そうなんしゅー。あ、いいとこ来たな。今みんなで誰が最強か話したんだけどな。でも全部に勝ったは俺じゃない。エネダラはどう思う。誰が最強なだと思う。自分ですよ、自分。なんで BGM も空気も止まるの。やめて、恥ずかしいから。ねえ、そうなんす言って。うん、そうなんす言って。ねえねえねえ、ゴクリも、なえ、みんなやめて、沈黙が痛い。まあ強くなりたいという気持ちは認めるが、これからも頑張ってください。聞いた話なんだけど、世界のどこかに戦うために生まれてきたポケモンがいるさ。なんな、戦うために生まれてきたポケモン？うん、そうなの。
なんでも自分の戦闘力が高すぎるあまり目の前の敵を倒すことしか考えられないらしいな。やばすぎんじゃん。凶暴なポケモンなんですね。ブルブル恐ろしいポケモンは今どこに。噂ではね、自分の力を蓄えるためにどこかの洞窟で眠ってる。花田の洞窟。その話本当だぜ。うおおおおおめえらリザードン、それにカメクス大丈夫か。おめえらどうしたんですか。ひどい怪我だ。何があったんだ。さっきそうなのが話してたやつ、まさにそいつにやられた。なんだって。間違いない。戦うために生まれてきたと言ったからな。しかしあのポケモンの強さ半端じゃなかったぜ。まさに最強のゴワーリザードン。西外れに洞窟がある。やつはそこに。あ、もうあんなところ二度と行きたくな。ゴホー大丈夫かお前ら。カメックスも手当てしなきゃ。呼んできますね誰か。行っちゃったよ。ほんといるんだな、そこまで強いポケモンが。しかし西の洞窟にそんなやつがいるって言われても全然行く気しないよな。行くのやめとこうな。うん、怖いもんな、そんなとこ行くの。わかるわかる、僕も怖いなの。そうなんつー。みんな怖がっていて誰も行きたがらない洞窟、西の洞窟へ行けるようになった。なんでやねん。行くのやめよう。はあ、ホウオウとの激戦。いや、まあ、圧倒的な力を見せつけたとこだよね。あとだけどさ、ダンジョンはねめちゃんこ難しかったです。はっきり言ってもう異常でした、さっきのダンジョン。やっぱレックーザ連れて行った方がいいのかもしれない、これアブソル君とかで行くよりも。まあこれでパッチール君感謝してくれよ。幻のポケモンを見たんですか。どんなポケモンでした。やばかったよ、キラキラしてた、虹作ったよ。なるほどなるほど、うーむなるほど、ホウオウという、うーむそうなんですか。実に実に羨ましい。おー手前、目が覚めました。見た目は回ってますが、やっぱ途中で諦めてはいかんということですね。諦めてはそこで終わり。そうやな、そんなことも最後までやりきるんやで。ありがとうございます。手前また旅に出ます。あなたに負けないように珍しいポケモンを求めて旅を続けることにします。ではバイバイバッチールちゃん、いいポケモンいたら俺に教えてね。はい、ということで今回ここまでにしましょうか。さあ何とかね、レイホークリアしてホウオウをね友達にすることができました。見てなかったのホウオウ。さあホウオウこれですね、日本晴れ大文字聖なる炎。聖なる炎が強かったな。ねえ、プレッシャーか。まあね、あのステータスはぼちぼちなのでね、まあいずれ使うことまた使ってみましょう。それでは今回ここまでにしましょうか。次回ね、またなんかのダンジョン行って攻略頑張りたいと思います。やばい、俺まだ強さが足りねえってこと分かったから、強くならなきゃ。また見てくれよ、おそよ。